佢再次嚟咗，今次係第二次嚟香港啊嘛，咁佢再次嚟香港係咩？今回香港は二回目なんですけど、皆さんどういう心情とかどう感じていますか、香港の二回目。率直にトラビスジャパン嬉しいですし、香港のファンの皆さんにまず会えるっていうのがワクワクした。首先作為 Travis Japan 可以再嚟就好開心啦，另外就係可以見到香港嘅粉絲咧，佢哋都非常之心情好激動同埋好期待嘅。自從而話都係想雞蛋啦，咁今次有咩想？前回健太さんがカエルのご飯が食べたかったっておっしゃってたんですけど。今回は何か食べたいものはありますか？カエルのご飯、まだ挑戦できてないので、僕の夢でもあるけど、トラビスジャパン7人でカエルのご飯を今回は食べたいです。上次呢其實都係挑戰不成功嘅，咁啊今次唔知係我啦，我想係7個人一齊食呢個鐵雞嘅，但係就有呢個挑戰啦。有冇其他嘢都想？他に何か食べたい料理とかはございますか？で、エッグタルトを食べて。想食蛋挞。我覺得香港嗰啲餐食或者嗰啲準備啲咩嘅，即係福利啊咁樣俾佢哋。香港のファンをどう思いますか？皆さん、香港のファンって結構熱いですか？それに今回はなんか香港のファンのためのサプライズとかはサービスとかは用意してありますか？でもこうして香港のファンの方に直接僕らが会いに来るって。なかったことなので、香港のファンの方々が、遠くからいろいろチェックしてくれてたり、コンサートに来てくれたりっていうのは見かけたことあるんですけど、今回改めて僕らが出向いて皆さんに会うっていうことが何よりもですし、それこそこの香港の言葉でこうトラビスジャパンできる限りなんかコミュニケーションしてみたいなって思っています。咁咧，佢就平時啦，都係比較啲 fans 會嚟日本睇我哋演唱會啦。即係我哋都有見過喺日本見過香港啲 fans， 但係今次咧就我哋特登嚟香港去見大家嘅，咁所以就非常之高興啦。咁亦都咧係希望可以藉住呢個機會咧，用翻香港本地嘅廣東話啦，同大家做多啲溝通嘅。咁就係佢哋今次想為大家準備咗嘅嘢啦。咁佢啲食物係啊，食物一人ずつとかで、はい、オッケー、ジョンタオ、ジョウ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 タオ、オッケー、ナイストライ、ナイストライ、おはい、チェック、大センディ、好可愛。我中意你。我係師妹。你可唔可以做我女朋友呀？我係咪？好好美。好好美。我係 Noel。大邊我好好美。In concert， 大家好，什么？有冇想听自己广东歌？哦，やってみたい。いつかいつか。今どうや？準備が必要ですか？需要啲時間準備。練習。第一次參加香港嘅電視節目啦，有咩感覺？今回は香港のテレビ局の収録は初めてですが、どう思いますか？楽しみ。日本とは多分また違った撮り方をするんだろうし、あとはどういうバラエティをするのかとか、ちょっと今からワクワクしてます。佢哋雖然未開始錄啦，咁但佢哋都非常期待啦，因為佢哋知道應該同日本嘅拍攝方式有啲唔同啦，咁已經喺度諗緊陣間點樣搞笑噶啦。咁香港嘅歌手會認唔認識，或者會唔會想有啲合作？香港の歌手とかアーティストとかコラボしてみたいとか、すでにしている方とかはいらっしゃいますか？いらっしゃるのかな。前回のユニークエイジアフェスティバルで私になられた時に、なんかこうね、
いろいろ共演もさせていただいたりとか、うん、ステージ裏でお会いしたりとかはしたんですけど、コミュニケーション、あのもう一度ねお会いしたいなっていう思いもありますし、うん、皆さんね、まあ、自分たちのコンサートとかもやる機会がもしあったら、その時とかになんか見てもらえたら、それもそれでアーティストとしては嬉しいなと思います。你上次出席嗰個 Unique Festival 嘅時候咧，就喺後台都認識咗一啲唔同嘅香港人，咁就希望如果可以再見到佢哋就好啦。同埋如果佢哋有機會喺香港開 show 咧，都希望可以邀請到佢哋嚟睇表演。就作為一個artist 作為一個表演者咧，就對佢哋嚟講係好開心嘅一件事嚟嘅。咁係咪即係有計劃開亞洲 tour 啊？じゃそれはアジアツアーっていう計画を立っているということですか？ああ、やりたい気持ちは。やりたい。そう。すごくね。あの僕らも世界デビューという形であのやらさせていただいたんで、そう愛をたくさん送ってくださる香港の皆さんもいるので、アジアツアーができたら、いやしたいなって、もうやりましょうって僕らは言ってます。咁佢就因為都即係喺香港感受到好多粉絲嘅愛啦，咁作為佢哋就當然係好想搞呢個亞洲 tour 啦。咁佢就話唔係想即係有希望有機會，係我哋想搞啊咁樣樣咯。我想邊度啊？即係同佢啊，阿博啊。啊，佢哋場所は香港のあの多分じゃない、多分そう、場所的にはあの後ほどもしやる機会があればってこと。はい。でもあのアウトドアと室内どっち。わあ、どっちもやりたい。どっちもやりたい。夜景綺麗なところでもやって。前回ユニックはさ、あの外だったから、中の良さも見せてみたいよね。はい、どうでしたね。じゃあ、どうしたらいいの？船の上とか。ウマンボルト。水の中とか。いや、いけ。船で登場してる。いろいろやってみたい。バズるコツっていうことだよね。バズるコツっていうのが、そうです。なんだろうね。なんですかね。でもなんかちょっと長く見ちゃいたくなるような動画だとか、なんだろうね。ちょっとこう派手な動画だとか、例えばうちのメンバーだとノエルがアクロバットとかするんで、ノエルのアクロバットをこう敷き詰めた動画とかもね、インスタグラムに載ってたりとか。なんかこうちょっと注目しちゃって最後まで見たくなるような動画は作るなんか意識はしてるかな。咁佢哋就話會去盡量拍一啲大家會想睇曬成條片嘅嘢啦，即係會令到大家想一直睇落去嘅嘢。咁有時都會去特登拍啲非常之可能誇張，或者比如講即係Noel神佢做咗一個可能嗰啲體操類型嘅一啲表演。咁佢哋就成條片擺上去，即係希望大家係會有興趣睇到最後嘅。咁就通常有呢個心態去拍呢啲。咁如果喺香港要出一個 post， 佢哋會出咩？就香港で香港の投稿するなら、どんな投稿がしたいと？でも夜景とかでさ、夜景バックに撮ってみたよね。ダンス。いいね。僕らの楽曲とかを。踊ってみたいな。ネオンがめっちゃ綺麗だよね。めっちゃ綺麗。こう昨日も行かせていただいたレストランとかもこうネオンでいろいろサインがあったりとかもしたし、街中にもたくさんあるから、ネオンバックで踊るっていうのはかっこいいな。いいね。佢哋就希望可以喺香港嘅夜景前面就跳舞咁樣樣啦，或者佢哋都話香港嘅霓虹燈都係好靚嘅。咁尋日食飯嘅地方咧都有啲好本土嘅一啲招牌。咁佢哋就覺得，如果可以喺啲好本土嘅招牌前面去做一啲表演跳舞嘅話，佢哋都會唔想咁拍。嚟緊嘅咩類型？啱啱我誇張啲啊，或者係特別啲啊？即係 SNS 嗰啲。OK。これからはなんか SNS でまた挑戦してみたい、撮りたいコンテンツとか方向性とかありますか？こういうの撮ってみたい。あれじゃない？そのいろんな。ところに行かせてもらったときに、そのところ場所ならではのご飯とか景色とかでこうメンバー7人といいところでこうなんか思い出に残るようなものを
ファンのみんなに届けたら届けたいなと思ってます。咁即係話，比如講佢哋而家多咗好多機會出國啦，咁去到每一個地方，可能拍得嗰度先有嘅美食啊，或者係景色啊，咁佢哋都想將七個人嘅呢啲回憶咧，就拍俾 fans 睇嘅。あと街中で MV 撮ったりとか、香港してみたいですね。咁佢就阿師傅就想喺呢個香港嘅街景度拍 MV。有冇佢話邊條街特別有印象或者有特別咧？特に印象のある香港の街ってあります？ネイザンロードじゃない？ネイザンロード。ネイザンロード。そう。前回来た時に通って、ああもう香港だって思いました。うん。の中であれの甘くなるやつ。シオレモンとか。そう。佢哋就想可能喺個 MV 入面出現鹹濕呢樣嘢。好好味，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 好好味。咁其實你哋都咁擅長跳舞啦，有冇話即係想同啲咩組合一齊，即係當切磋下或者比下舞啊咁嘅諗法？やっぱり皆さん踊り上手なので、なんか世界中でもなんか一緒に踊りたいっていうグループ、ダンスグループとかコラボしたいアーティストだったりとかはございますか？グループ、まあ、グループとかでなるとブルノマーズさんとか、まあ、本当に僕らスーパーボールハーフタイムショーとかでめちゃくちゃかっこいいなって、僕らが、まあ、今回のアルバムでやりたいジャンルだとかもすごくインスピレーションを受けてるんで、コラボとかできたらいいなって夢が。因為佢哋之前即係喺美國嘅時候都有機會去睇佢嗰個 Super Bowl 超級碗度嘅 Halftime Show， 咁今次隻碟嘅曲風咧都係受到好多 Bruno Mars 嘅啟發啦，咁所以如果可以有機會一齊表演，就實在非常。グローバルデビューはもう1年経ちましたが、新しい目標とかはありますか？あります。その今あの、ロードトゥーってアルバム出させてもらってるんですけど、ロードトゥーとロードトゥー A グローバルエディションというものを出させてもらって、今、グローバルエディションの方には、こう全編英語詞で、20曲分入っているんですけれども、いつかそのアルバムをどこかで出すときに、グローバルエディションとして出すものが、もちろん英語もやりますけど、それこそいろんな言語で本当に作ってガチグローバルエディションにしたいなっていうのがあります。広東語だったりとか、他にもたくさんいろんな言語あるじゃないですか。それをいろんなパターンで、この曲はこのバージョン、この曲はこのバージョンっていう風に使い分けられたら面白いなと。咁佢哋當然係有啦，咁Road to A 佢哋今次隻碟啦就出咗一個日文版同埋一個叫 Global Edition 咧，就係全部歌都係英文歌詞嘅。咁佢哋就話希望有一日咧可以出到係都係 Global 版嘅碟入面咧，可能唔同嘅歌係唔同國家嘅歌詞，即係可能有呢首歌係全廣東話嘅，呢首歌咧就係全泰文嘅咁樣，就真係做到一個真正嘅 Global 咁樣。咁 Road to A 有冇咩特別之外？就 Road to A の A ってどういう意味ですか？ロードトゥー A はそのタイトルをこう今回今ライブツアー日本で今やっててタイトルやりこのメンバーのノエルがやってる説明やこの説明ね。ロードトゥー A の A はいろんな意味が持ってます。まずコンサートとして自分たちが本物になるために自分たちが目指しているオーセンティシティとしてはをで、まあ、オーセンティシティ以外にもやっぱり A ってたくさんあって、こうゼロに立ち返るとか1になるとかそういう感じで、 A ってアルファベットで一番最初だから一番最初のところにもう一度初心に戻ってっていう意味が入っていたりして、アジアも含めオールオーバーザワールドの A が入ってます。首先各位成員就話喺下有特別嘅意思㗎。首先就係佢哋而家喺日本做緊嘅巡迴演唱會嘅一個 title 啦。另外咧就係阿 Noel 神諗嘅，咁所以我哋都係聽 Noel 神講啦咁樣。
咁然後阿 Noelson 就講咗話 A 嘅意思咧就係有 authenticity 呢個嘅意思啦，就係即係真正嘅自己啦。咁亦都係 A 係第一個英文字母啦，就係可以俾佢哋諗翻起初心嘅感覺啦。咁同埋就係Asia 啦，同埋 all over the world， 咁都有呢啲嘅意思喺入面嘅 A 嚟嘅。咁講話佢哋即係最中意票選最中意邊一首歌啊？我可唔可以即係講幾句咁樣可以打動你啊？皆さんはそのアルバムの中で一番好きな曲はどれですか？それに今でもしよかったらちょっとあの披露ちょっとだけ歌っていただけることはできますでしょうか？なんだろう、何ですかね。好きなのは何を好きなの？オキドキって曲が大好きです。はい。オキドキ。見たいですか？テーブルでいいんだよ。ナナナナナから。ファイ、シック、セブ、エイ。ナナ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 、オキドキよ。We gonna be okay. Okay. We gonna be okay. Oh, oh, yeah. ナナ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 、オキドキよ。We gonna be okay. Okay. Here we go, here we go, we gonna be okay. Woo!オキドキオキドキありがとう。我識成人之類，佢有冇啲咩收過啲乜嘢禮物，或者有啲咩特別難忘嘅事咁樣？もうそろそろホワイトデーなんですけれども、今までなんかすごく特別な思い出だったりとか、あのバレンタインデーでもらったあのすごいけあの印象のあるプレゼントだったりとか、自分がホワイトデーでやった僕のプレゼント。はい。ホワイトデーはすごく残ってる思い出があります。小学生の頃に。バレンタインデーで、日本ではこう女子からもらってでホワイトデーにお返しするっていう流れがある。でバレンタインデーをいただいたので、それは近所の子だったり同じクラスの友達だったりだったんで、お返しをうちの母親が準備してこうお渡しお返しするって形だったんですけど、そのお返ししたものが、宮近のお返しが、僕のお返しがすごいぞって噂になって、その界隈でその翌年からもらう数が増えてだからあげとけみたいな感じになった、そのホワイトデーの思い出はありますね。因為在日本，他就關於大色情人節，他有一個很深刻的回憶，就是他小學生的時候，大家都可能知道日本就是情人節女仔送的給男仔，白色情人節就男仔送的給女仔。因為他小時候的時候就會收到很多鄰居啊，或者同班同學的女仔會送一些東西給他。其實呢白色情人節會送的回禮是他媽媽準備的，不知道他沒有說是準備了什麼，但他就說呢無端端在那個區域就出現了一個傳聞，就是說 Chaka 的白色情人節回禮很厲害，這樣然後去到第二年就多了很多人送禮物給他，就大家都瞄著希望收到他白色情人節的回禮，這樣就出現了這個 Chaka 的白色情人節很厲害。確かに気になる。お菓子だけとかじゃなくて、なんかアイテムとかも付けて、例えばハンカチとか小物をちゃんと準備してましたね。僕は何もやってなかったんですけど、いやね、よお母さんが用意してくれた。でも不是就是糖啊、餅乾啊咁簡單啦，係真係有一啲物件，可能係送手巾仔啊咁樣樣咧，就真係送咗個禮物翻佢嘅。咁不過佢就話全部都我媽準備嘅，我乜都冇得幫手嘅咁。以上的，ありがとうございました。多谢，多谢。请订阅我哋嘅 YouTube 频道，记得揿埋个钟仔啊！